ジョン・ウィルソン・スプレーグはアメリカ合衆国の軍人、鉄道経営者。南北戦争の際、北軍の将軍として西部戦線を戦い、アトランタ方面作戦におけるアトランタの戦いで戦果を上げて名誉勲章を受賞した。戦争後は鉄道経営者となり、後にワシントン州の都市タコマの設立に関与、初代市長となった。1817年4月4日、 ニューヨーク州ホワイトクリークで父オーティス、母、ボリーのもとに生まれる。当初は近所の学校に通っていたが、13歳の時にトロイにあるレンセラー工科大学に入学した。その後、大学を中退し、衣類産業に従事、自分のビジネスを続けるために1845年にオハイオ州マイランへ引っ越した。その後さらにサンダスキーへ引っ越し、 1851年から一期のみではあるが、エリー軍の水悼係を務めた。彼は、ヒューロン軍の裁判官の娘である、ルーシー・ライトと結婚した。しかし、ルーシーは娘を出産して、すぐの1844年5月に、トロイで亡くなった。その後彼はマイランで、ジュリア・フランシス・コエットと再婚し、5人の子を設けた。1850年代後半の南北。 戦争開戦期、彼は、ホブネと蒸気船を購入し、エリーコで定期航路を運航し始めた。南北戦争が勃発し、大統領エイブラハムリンカーンが10万人の志願兵を募集した際、スプレーグは、不評中隊を立ち上げて新シシティ近くのキャンプデニソンへ派遣された。北軍に登録された後、彼は、オハイオ軍第7不評連隊の隊員に任命された。 1861年8月に休暇を得て一時、帰宅する際、彼と部下達は、ウェストバージニア州で南軍に捕まり、捕虜となった。その後、1862年1月に、捕虜交換によって解放され、連隊に帰還した。その1ヶ月後、スプレーグは新しく1月23日に創設された、オハイオ軍第63不評連隊の連隊長に、任命された。 この連隊は、第二十二不評連隊を構成する一部の大隊と、第六十三大隊の合併によって創設された。短期間の訓練と演習の後、スプレーグとその連隊は、鉄道で南へと向かい、ミズーリ州で、ジョン・ポープ少将に合流した。そして、連隊を率いて、ミシシッピ州で行われたコーリンスの包囲戦に参加し、さらに1862年には、イーカの戦いでは、 オハイオ旅団の一員として戦った。その後の数ヶ月間、スプレーグはアラバマ州北部やミシシッピ州、テネシー州で戦闘を行い、そして1863年にはビックスバーグ方面作戦に参加した。同年秋には、ウィリアム・シャーマン少将の下でテネシー州チャタヌーガ方面へ投進し、グリンビル、ドッジ司令官の下でアラバマ州、 ディケーターの鉄道防御のために派遣された。1864年のアトランタ方面作戦において、スプレーグは第16軍団第4師団第2大隊を率いて戦った。7月22日のアトランタの戦いでは、ジョージア州ディケーターで発生した戦闘に参加し、強烈な重火に耐えて進行を遅らせ、上官からの賞賛を受けた。この戦闘では、彼は、 圧倒的に連合軍陸軍に数で劣る状況で勝利し、第15、16、17、20軍団の補給列車と大砲を死守した。7月30日には順将に昇進し、シャーマン少将と共に海への進軍に参加した後、カロライナ方面作戦に参加した。海への進軍中、彼は大隊を率いて、ノースカロライナ州ローリーからリッチモンドを通過して、 ワシントン DC まで進軍し、5月に開催された、グランドレビュー・オブ・アーミーズに参加した。1866年4月3日、大統領アンドリュー・ジョンソンはスプレーグを1865年5月13日付で、名誉少々に推薦し、4月26日に上院によって承認された。1865年から66年9月まで、彼は、 オリバー・オー・ハワード少将の下で自由民局のアーカンソー州地区担当の公務員として勤務した。その後、ミズーリ州、カンザス州、そしてインディアンジュン州へ転勤した。1865年9月、彼は正規軍を退役し、その職務はエドワード・オードが引き継いだ。退役後、彼はミネソタ州のワイノナーセントポール鉄道の経営者に就任した。そして、 1870年には、ノーザンパシフィック鉄道の西武市社長に就任、ピュージェット湾にあるワシントン州タコマ市の共同設立者となった。彼はまた、太平洋地区の鉄道ルート選定に携わり、1883年の観光式では、金の鶴橋をうつめ誉に預かった。しかしながら、彼はその頃から体調を崩し始め、数ヶ月後には辞任してしまった。 abcd w ー r n e r ピアニッシ百468から69 abcd ef スミスピアニッシ百344から45 ab ウィルソン p 455 w r i g h t g n e n e a l o g y t r o o t s w e b com. リトリーブド2008年12月12日、スミスブリゲードコンシステッドオブザンサード、オハイオインファントリー。 6サード、オハイオインファントリー、25スイスコンシーインファントリー、アンドザ35ス、ニュージャージインファントリー、アイヒャー、2001P715。ありがとうございます。